皆様ありがとうございます。本日は社会福祉と仏教展第1回寺子屋スコラにご参加いただきまして誠にありがとうございます。私、当ミュージアムの企画担当をさせていただいております、紹介にあがりました横浜明神寺の僧侶であり、当ミュージアム長松清春館長の弟子でもございます。 野崎聖書と申しししまますすよろしくお願いいたしますこの度今回の展示を企画させていただきましたのは、ハンセン病の発見から今年で約150年目、また来年は日本で初めての福祉法、十級規則が成立してから150年となる節目の年でございます。この機会に 改めて宗教、仏教と福祉の関係を振り返ることができたらなと、今回の展示を企画させていただきました。本職の方、また実際に福祉の現場で働いておられる方に比べ、拙いところもございますでしょうが、ご成長いただきましたらありがたく思います。それでは始めさせていただきます。 第一回「福祉って何なんで昔は宗教が主役だったの?」宗教から国が福祉を担うようになった原因は国王の離婚話を始めさせていただこうと思います。まず初めに「福祉とは?」ということでございますが。 こちらパネル、また手元のプリントの方をご覧いただきましたら、分かりますように、こちら、漢字や言葉の次元を追っていきますならば、とても古い言葉となります。それぞれ、福、祉の元の字、福、も、しも、もともとはかなり古い漢字でございまして、 中国最後の詩集詩書五経といわれる授業の中でも重要視されている書物の中の一つでございますがその中に福という漢字も詩という漢字もありそれぞれが神などが関わるものを表す死滅編これに富 豊かな蔵を表す字をつけて福神仏の恵みが豊かなこと、あるいは止めるという字をつけまして、神仏の恵みがとどまるとそれぞれ意味がございました。こちらの方展示のパネルでも説明させていただいておりますが、もともとは、 別の漢字でございましたがこれが全1世紀頃となりますと「少子疫林」という書物の中で「受他福祉」「多くの福祉を受けた」と2つをつなげて「神仏によってもたら,わせるもたらされる幸せ」という意味の 福祉という単語として使われるようになりました最有機で有名な現状参上による仏教経典の解説書阿ビダルマ大ビバシャの中にも意思福祉これをもって福祉としますと翻訳の中でも使われております これが近代になりますと、外国の文化が入ってきた際に、翻訳の単語として使われるようになりました。その単語とは、ウェルフェア、現在の福祉を意味する単語でございました。また、ドイツ語における福祉を意味する単語。 ウウォーフルハウトこれももとはウェルフェア・ウォーフルハウトどちらもよく向かうという単語を組み合わせて作った言葉でございますこのように福祉という言葉は本来 恵み豊かな暮らし、より良い生活を表す言葉であり、それはつまり、これらのように、人が幸せに生きることを意味する言葉でございました。ここまでは次元、言葉の歴史の説明でございます。では、なぜ人がよく生きるということが、 今の福祉という意味につながっていったのでしょうか。よく生きるということは、私たちで人間にとって大事なことでございます。よく生きる、英語で「ウェルもしくはドイツ語の「 ウォールどちらも「よく」と「量の字を使う読み方の単語と訳してしまうものでございますが元の意味をたどっていきますならば「よく生きる」の字ではなく「善」という字を使った「よく生きる」人間としてどう 生きるか、どう生きていくかということが大きく関わってまいります。今回のテーマでは、昔、宗教が福祉の主役だったと、命を打たせていただいております。福祉という分野において、その歴史を見たとき、宗教の存在はどうしても欠かせません。いえ 福祉に限らずとも、古代において社会構造そのものが宗教は社会と切り離せない関係でありました今でもそうでありますが古代において他者への助けというものは主に善行良き行いとして扱われてます おりますそれはラテン語の善行を意味する言葉こちら「エウエルゲシア」という単語の変遷からも見えてまいります。良い行いあるいは音調とも訳されるこの単語は聖書を通して翻訳の中で今の「 福祉を意味する単語へと変化ししてままいりましたなんで聖書と感じられた方もいるかもしれませんがこの元となったラテン語というのは古代ローマにおける公用語でございますですので中世の時点ではすでに 古語の部類に入る言葉でしたこの中で昔の書かれた日記などを読める方というのはいらっしゃいますでしょうかなかなか読めないと思います当然当時の人にとってのラテン語も同じようなものでした普段の言葉としては今の英語やドイツ語などが話されておりましたけれども昔は聖書はこの ラテン語ででししか書くことを認められておりませんでしたそれに合わせ公文章などのラテン語で話すのが当たり前となっていたためラテン語がしゃべれるまた読めるということは知識人にとっては基本のステータスすなわち司祭や貴族による知識の独占へと つながっておりましたそれが時代が下りましてマルティン・ルターの宗教改革が行われますとこの宗教改革の動きに前後してドイツ語などでも聖書の翻訳がされるようになって広く読まれることになりました。マイイージのののの言語語語ところで16世紀頃にドイツ語の福祉の単語が 生まれたということを書かせていただきましたけれども、ドイツ語の方が英語より先なんだと思われた方もおられますでしょうが、それはこの福祉の元の単語、エウ・エル・ゲシアという単語が先に翻訳されたのは、ルターのカツオの地が今のドイツの辺りであり、そうしたことがはかわってきたからでございます。 何はともあれ、いつの時代も人助けというのは良い行いとして認識されるものでございます。まあ、それは古代においても同じでございます。困っている人に手を差し伸べるということは良い行いであり、それをする人は良い人であるということは変わりはございません。では、何が良くて、 何が悪いのか今でしたら私たちは道徳でそれを判断していることだと思います道徳に沿った生き方人の道に沿った生き方であったら大抵の場合にあそれは良い行いだと私たちは判断することと思いますしかし古代におきましては それを保証していたのは、他ならぬ神という存在でございました。いきなり神というと疑問に思った方もおられるかもしれません。しかし、これが古代においては本当に大事なことでございまして、一人一人の行動の規範、ルールとなっておりました。 ギリシャの哲学者ソクラテスの名前は皆様知ってご存知でございましょうかそのソクラテスの活動の始まりはもともとデルフォイの神殿によって信託を受けそこから市政での活動を始めたと伝わっておりますさて古代ギリシャにおいて 神と信仰というのは特に盛んなものでありました。ギリシャ神話についてご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。かいつまんでぐらいなら聞いたことがあるという人がほとんどではないでしょうか。まあ、そのように日本でも八百万の神などといいますがギリシャでもま負けず劣らずいろんなものを司る神様がおります。 ですから、誓いの文章、文言なので、まるの神にかけて誓うなんて、神の名前を先生に使う文章というのが多く出てまいります。例えば、優雅の神、カリスにおいて誓うなどなど、そして、暮らす人たちにとって、そのの 神の神託教えをもとにして暮らしていたから教えそのものが行いの規範ルールとやっておりました、まあ、難しい言い方ですが神という理想の形がありそれに対してどれだけ近いかどうかで善悪良し悪しを判断するそれが古代における善悪の判断基準でありました これを生き方に表してみますと、この神様はこういう神様です。こんなことをしました。といったことが神話、あるいはその神の言葉として信託というものがございます。では、私はこの神様を信奉していますので、その神様の行いや言葉を理想として、 毎日を送りますということが当時の信仰の形でございましたこの辺りは現代でも西洋の人たちの信仰形態に残っている部分がございますアメリカの大統領の所信表明演説などは聖書に手を置いて行ったりするところに今も その名残が見られま,すまあ余談でございますが海外で無心論者といいますと変な目で見られるという話を聞いたことはございませんでしょうかそれもこうした観点で見ると少しわかりやすいのですが海外における無心論者というのはつまり自分にとって理想の生き方こういう生き方をする。 という目標がないという意味になりますのでそれを聞いて引く人もそれはいますよねと日本における信仰の考え方とそうした西洋における信仰に対する考え方がそもそも少し違うことを考えますとその辺の話もさもありなるとちょっと納得できるところかもしれません。 さて、つまり神というものは、それを信奉する者にとって最も良い、つまりは理想となるもので、同時に最も美しい、好まれるものとされました。ですから、善行もこういう生き方をすればいいという理想のものを行われるもとでございます。 そんな中古代の哲学者ソクラテスの弟子プラトンはその善行ということについてそれはどういったルール信仰のもとどうしたものが理想の形であるのかということを当時ギリシャで信仰されておりました美と優雅の女神カリス のあり方に求めましたですからその2つを合わせたものこそ思考最も素晴らしいものであるとして「美にして善なるもの」ギリシャ語で言いますと「カロカガティア」 カロス美しく、甲かつ、アガトス、善なるものとして、美徳という概念ができ、それこそが善行であると定義づけられたのでございます。名訓の称号に、エウ・エルゲテスというものがございます。 先ほど出た単語とよく似ているものでございますがこれは「善行を行う者」という意味の単語でございます。日本語では「恩恵を与えるものと訳されましてこの人はプトレマイオス朝エジプトクレオパトラ等が有名な王様としてファラオとしておりますけれどもそのご先祖にあたるプトレマイオス3世 この人についたあだ名がエウエルゲテス恩恵王とも訳されますがこれは善行美徳こそが王において大事とされていたからでございます善行を行う者は美徳とされ止める者 持てるものは他者へ施す善行を積まなければならない。だからこそ、受けた人は尊敬され、その人は王や支配者たる資格があるのだと、そんなふうに変わっていきました。この関係に美徳 優美与えるということに愛という考え方を使ったので特に西洋では博愛という言い方をすることが多くなりました与える受ける返す日本風で言うんだったら御恩と奉公社会の基本原則でございますがお金や体や知識などなど 援助し、受け入れた側それに感謝し奉公をして返す社会そのものの通念常識基本として善行が取り入れられましたですから王や権力者が人のために立つ理由ゆえんとしての美徳が 根拠とされたのでございますそしてこの美徳の保障をするというものが当時においては新刊でありました故に人を罰する方もお墨を付きを使える与えられる新刊のみがその内容をもって王に意見をしそれをもって 王や支配者が判断するというのが古代における法の形であり福祉もその中の一つでありました。これがこの親近政治の形から時代が進んでいきますとローマの時代には元老院や議会が発展していき神官の手から離れ 法として独立していくことになりますただの信仰善行から法律という罰則を伴う決まり事理念へと変わってまいりますローマの方は今の私たちが考えるものと近しい部分もあれば遠い部分もありまして ローマにおける法律というのは基本的に慣例主義でございます。つまり前の裁判官が決めたもの、こうした結論が出たから次の裁判でも同じような判決を下す。まあ、今でもよく裁判所なのである形でございますが、ここにおいて今の日本と大きく違いますのはローマにおいては、 文法というものが長らく存在ししておりませんでした全5世紀に作られました十二標本の時代から東ローマのテオドシウス法典まで約1,000年にわたって法律を一つ一つ細かく記した名文法というものが長らく存在しませんでした。 ローマにおける法律とは理念と合意に基づく先例主義ですから法の考え方理念といったものが大事でしたですから当時の政治家たちはこの法の理念というものを述べた上で裁判に臨むのでありますが カエサルと同時代の政治家、共和制ローマ末期の政治家、マルクス・トゥリウス・キケロは、法の定義において、人民の安寧こそ最高の法であるべきだと述べて、現在においても法とは、この 万人の幸せを求めるためにあるものというものとして理解されております。特にこのラテン語での理念は、統治・政治の基本原則として、今でもミズーリ州の州称、ここのリボンのところに書いてある文章がこちらと同じものでございます。の 中に載っておりましたりあるいはスイスの連邦院スイスの政府のところの真ん中に掲げてある文章の中にもこの文言が掲げられてございますこのように善行ということは 法律、裁判、命訓の定義、そして福祉と、多岐にわたり、そしてそれを判断する裏付けとしてこそが、善悪の保障者である神、その神の信仰というところにございました。 そして、一神教、キリスト教がローマの中で、勢力を持つようになりますと、その神こそが、真実であり、善であり、美である。キリスト教を勉強したことがある人でしたら、真善美という言葉、聞いたことある人がいると思いますが、そうしたもの、すべての 保障者として神という存在のお墨付きが与えられその言葉に沿って信仰として使命ミッションを果たすことで行われる善行それが福祉というものの西洋における始まりでありました故に宗教者やそうした使命に動かされた人たちが中心として それに進められる形で、福祉の流れは始まっていったのでございます。これはギリシャ、ローマ、多神教の時代から一神教の時代へ、キリスト教へと変わっていっても、社会の裏付けとして、公式、その背景として残り続けていきました。ニーチェの有名な発言、神は死んだと。 いうものもございますが、その神とは、この保存者としての神という部分に関わってくる、それほどまでに重要な価値観として、長らく西洋で残り続けていたのでございます。では、東洋においてはどうだったのか言いますと、例えば大陸においても福祉は、 国家を豊かにする一手法として知られてはおりました。蔡の明蔡書漢中、まあ、今でも漢方の交わりという言い方、古い人なら聞いたことがあると思いますけれども、その漢中が書いた本というのに、漢詩というのがございます。この中の第54章のところに、 休憩も教えというものがあります細かくはプリントの方にも書かせていただきましたけれども、このようにさまざまな教えがあります。内容は、老人、児童、孤児、障害者、未亡人、病人、貧者、災害被災者、戦争被災者への救済について説かれた部分でございます。 今の福祉につながる部分もあり政治手段としての福利行為いわば福祉を進めている部分でございますしかしながらこの考えはあまり定着しませんでしたのあたりは後ほど述べさせてもいただきます東洋において手段の裏付けとして 善という理念を教えによって保障しその教えに沿って行われているということは変わってございません東洋においてそれを最初になっておりましたのは儒教と老僧思想でありました神ではなくいニシエの聖人とされる人の行いに 沿うことで徳を積むその徳を積んだ者に敬意を払い支持をするそうすれば国は万事収まるものだと実利という面に重きを置いた範中の教えは、まあ、時代とともにあだまだとなって 少しずつ顧みられることはなくななっていきますなぜならそれは国全体がその余裕すらも失った結果合理の名のもと真っ先に切り捨てられてしまうものであったからでございますそうした中で善の保障というものは仏教が担っていくこととなりました 因果の教え、自理利他の教え、人りする、助けることで、それが巡り巡って自らの利となる、その教えは社会にも大きな変革を与え、他の教えの中にも組み込まれていくこととなります。特に それまで漢という巨大な王朝に支えられていた大陸は、三国志の時代や、そこからまた続きます五個十六国、異民族が大陸に入ってくる時代となると、それまで支えていた徳という概念だけでは不足してくる、通用しなくなってくるということが、 なってままいりましたその中で普遍的な教えを説いて救済を説く仏教は大陸を治める新たな徳となっていくのでございます。この時代こぞって多くの経典が訳されるようになりまして仏教が大きく広まっていく時代ともなりました。 法華経を翻訳した熊ゅう三蔵もこの時代に中国へ来ることとなります。教えを説く傍ら、民衆の教家に努め、善行を行い、王朝の王たちも仏教を信仰する傍ら善行を行う。特に仏教として もたらされた「来世」という概念は大きな衝撃をもたらすものであったことが仏教が入ってきた頃の五冠の頃の師匠の中に王公大陣師匠王法の際を見て確然として自失せざるはなし五冠期名停電と その様子について、師匠の中で伝えられております。故に、慈悲を施すこと、功徳を積むことが盛んに唱えられ、戦乱の誰しも全くの余裕のない中にも生き残っていく形となったのでございます。余談でございますが、こちらの方にも書かせていただきましたが、 五漢の末期の時代の人口というのは、5,648万6,856人、こちら、俗漢期軍国史の中に出てくる数字でございますけれども、これが三国史が終わりまして、成臣の西暦280年、こちら五漢の時代のは人口が、西暦150年の時代の人口でございますが、 精神の時代には、なんと1616 16万3863人、これは戸籍人口ですので、もちろん全員が亡くなったというわけではありませんけれども、このようにひどい落ち込み方をしておりまして、割合としては4分の1、4分の1が減ったのではなく、人口が4分の1になったと、当然、全集もその分の4分の1になりますから、社会が崩壊するレベル。 一人一人は当然余裕がない。だからこそ、法でガジガジに縛っていった結果、どうしても余裕のないものを切り落とすことが、理念、使命がなければ、この過酷な環境の中で続いていくことはできなかったのでございます。このように古代においては、 の東西を問わず慈悲あるいは迫愛そうしたものを唱える宗教というものが福祉の担い手とされてきただからこそ福祉の主役は長らく宗教が担ってきたのでございますもちろんこの流れは日本においても同じでございます 日本においての初めての福祉説、まあ、展示見た人でございましたら、えー、書いてある中で、ちょっと知っている人だったら疑問に思う人もいるかもしれません。あれ、聖徳太子の四天王寺の司会んじゃないのなんて思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、書かれた本の年代と、まあ、当時の記録などを見てまして、最も確かなものとなりますと、奈良時代の聖武天皇の奥さん、光明皇后の 秘伝院と施役院が日本における最も古い福祉施設の始まりであると述べられてございます。まあ、四天王寺の歯科院も同じでございますが、どちらも仏教の寺院内に建てられたものでございます。これも仏教の施しの概念によって行われたもので、慈悲、 慈愛を柱に行われる善業が元となっていいたのでございますまた、海外における病院の語源となった言葉も、元は客が集まる宿泊所、巡礼者のために宿泊していた施設が、そのまま病人たち、あるいは旅をして病気になった人たち、 怪我をした人たた人ちの受け入れ先となっていたそこから転じて、ホスピタル、客を意味するホスペスから発展していき、今のホスピタルという語源につながっていったところからも、はっきりと分かることでございます。しかし、このように、慈悲慈愛を柱に行われる善行には、一つの欠点がございました。 どうしても個人あるいは寺院に依存していたがため手が足りない届くべきところまで手が届かないという手の広さという意味で大きな欠点という面がございましたしかしながら長らく福祉を国や システム的に行うという発想はなく、前行の延長線として、中世の間、長らく通年として理解されていたのでございます。これが大きく変わりますのが、本来、本日の後半のテーマとさせていただきました。国王の 離婚話でございますこの福祉の考え方が大きく変わりましたのは、ヘンリー八世の時代でございます。このヘンリー八世、社会の教科書、歴史の教科書にもたびたび名前が出てくる人でございますけれども、当時の評価からして、カリスマ性を備えた暴君。 と称される人物でございます当時の資料にはとにかく怒りっぽい性格であるということが伝えられているぐらいでございまして特に詩人として公ではない場公では国政についての功績なのでカリスマ性があると 称えられることもあったのでございますけれども私生活におきましては公職な人でございましてなおかつロンドン島を送り処刑台を送りということに非常に熱心な王様でもございましたなんとこの人最終的に6人の妻と5回の 離婚を経験すすることとなります6人の妻国王さんなんでそのぐらいいるんじゃないのと思われる方もおりますでしょうけれどもこの6人とは全員お妃さんでございます愛人関係にある人ではなく正式な女王女として迎えた人が6人これはさすがに当時においても 異例でございましてしかも結婚した相手のうち6人のうち2人を処刑しているそんな私生活においてはだらしない王様でございました、まあ、その中で最初の妻でありますキャサリン・オブ・アラゴンという人との間に離婚問題が 生じます理由はこのキャサリン・オブ・アラゴンという人がなかなか結婚を15年経っても男の子が生まれないあるいは流産を繰り返してしまうということが続いておりヘンリー8世はこのことで勝手に 手に愛想をつかして浮気相手の本へとなびいていくこととなりますその浮気相手と言いますのがあのキャサリンについておりましたお月の次女のアンブーリンという人でございますこのアンブーリンという人と 長らく愛人関係を続けていたのですけれども、ある時にこのアン・ブーリンから、これ以上愛人関係は続けられない、この関係を続けるんだったら、正式に置き先として認めてほしいという形をヘンリー発世と迫ったのでございました。し、まあ、しかし 当時のキリスト教におきましては離婚というものは認められないものでございます。ですので離婚する際はどうするのかといいますとその結婚婚姻の約束は前提が違ったから無効にしますという形で 離婚をすることにしていいたのでございまし、まあ、こうした建て前がいりますというのも良いか悪いか判断するのが教会次第神の教えが大事だからといったところが根底にあるのでございますが大抵こういうことはすんなりと、まあ、国王も教会も揉め事を起こしたくないから行くのでございますけれども このキャサリンの離婚はすんなりとはいきませんでした。と言いますのも、このキャサリンという人は、もともとヘンリー8世のお兄さんに嫁いできた人でございます。お兄さんに嫁いできたんですけれども、お兄さんが早くに亡くなってしまった。まあそうしますと、普通は、 未亡人として国に帰るのが当たり前なんでございますけれどもいつの時代も結婚国王、大きな家の結婚関係となりますとどうしてもこちらが絡んでまいりますこのアラゴン家というのは非常にお金持ちその持参金を目当てになんとか結婚を継続したいそう願いましたヘンリー8世 まあ当時はまだ王子でございますけれどが、兄との婚姻を無効にして、私と結婚すれば、その持参金持って帰る必要ないよねということで、正規の置き先となりました。今でいうとなかなか頭を抱えたくなるような事情なんでございますけれども、そうした形で、とりあえず結婚を成立させたのでございます。ししかしところが そこから15年も経たないうちに今度は子供ができないから別の嫁さんと結婚したいので婚姻を無効にしてくれと言ってきたものでございますさすがに教会もそう何度も認めてはもう建前の善行すらも落ちてしまうじゃないかそんなのを認められないとこの婚姻の無効に非常に否定的な立場を 取られることとなり裁判にまでもつり込むんですけれども話はどこまでも平行線をたどることとなります、まあその結果豪恩にやしたヘンリー8世は独自に教会を作って俺が法王になれば問題解決じゃないかということでイングランド国教会を成立 させるのでございましたそしてその際に国内のカトリック修道院をイングランド国教会へ改修するかあるいは解散するかと追い込むのでありましたそれには修道院が特にカトリックの出先機関としてみなされていたために 特に国内修道院の締め出しを苛烈に行いついでにその修道院の領地をくすねて国の財政に充ててやろうと考え行っていくことになったのでございます。当時カトリック教会というのは先ほども言いましたように宗教改革が本国の方でもあってガタガタ いろいろと権威も揺らぎ始めた時期でありましたので、国内修道院の解散は、カトリック修道院の腐敗もあり、うまく進んでいくこととなります。そして、一時的にホッコは売る、うことになったものの、あまりにも急に決めた解散劇に対する予防策といったことは、 何にも考えておりませんでした結局それまで修道院が担っていました福祉活動貧民への施しや孤児の収容といったことが滞りを見せることになり結果としてそれらは社会問題へと発展していくこととなります。折氏も 同時期に第1回エンクロージャー羊毛を取るための牧場建設のための土地の囲い込みといったことが大地主や大貴族によって盛んでありまして結果畑を失った小作人たちが町に流れてくるその結果貧民が増えてスラム街が各地に作られる。 そんな時期でもありました。その結果、街にあふれた貧民が仕事を求めてスラム街を作り、盗みなどで処刑をされてしまう、そんなような事案が多発することとなります。ある資料では、ヘンリー八世の時代だけで、 そうした盗みや犯罪によって処刑された人数は7万人を超えると言われております。ですので、この問題を早期に解決するように議会でも求められることとなったのですが、当時の思想として、またも大きな変わってくること。 中に何が良くて何が悪いかということは聖書に説かれているけれどもそれを判断するのは一人一人といったところが悪い面として現れてまいりましたすなわち貧困貧民というのは怠惰の現れであり甘えである という発想のもと、その解決のために、無理やり収容して、職につけさせ、納めようとするも、その環境は非常に過酷かつ劣悪な労働環境から、逃亡者が続出することとなったのでございます。この当時 当てられました食としてよく言われますのが例えば水婦当時はイギリスの海軍が盛んでございましたので船の中で働く人が一人でも欲しいということでこうした貧民の人を当てていたんでございますけれども、まあ、当時の水婦というのはほとんど全てが船長の思い一つで命がスポーンと飛んでいく。 海の上でたまたま海に落ちてその人が亡くなってもそういう事故もあるようで済まされるような世界でございますしまた当時は解決病ビタミン C の不足から起こる赤血球が壊れる病気というのも原因が判明していなかったですので海に出たら突然病気になって亡くなる人も多いということで 特に貧民として連れてこられた人は船のこぎ手やあるいは火薬の掃除人そうした危ないことばかりを任されるので一度船に乗ったら今度は生きて帰れないということでそのまま海賊になってしまうような人も非常に多かったそのぐらい劣悪な環境でございましたあるいは都市の煙突掃除人 煙突掃除と言いますと、日本ですと煙突見かけないですし、むしろあの若い子どもたちにとってはサンタクロースがくぐってくるようなところと思っているかもしれませんけれども、実際に家に煙突ある方はわかると思いますが、まあ、とてもじゃないけど、人が通る場所じゃない、すすも臭いし、ちょっと手を突っ込めばあっという間に体が黒くなる、そんなところを毎日掃除しておりますと、一番あるのが肺がやられます。 そうした環境でまず長生きはできない持って数年しかもこの仕事を子どもに入りやすいという理由だけで任せていたそうでございますですので孤児になって収容所に入れられたら「お前は煙突掃除人行きだよ」というのが恐ろしい親が子どもを言い聞かせるための文言に使われたぐらいだそうでございますそして女性の場合でしたらマッチ校 マッチを作る職何で,でそれが危険なのと思う方もいれます知れませんけれども昔のマッチ今みたいに明かりに使っていないんでございまして当時使っていたのはリ林でございます王林触ったことある方いらっしゃいますでしょうか粉っぽくてねすごく火薬の匂いがするマッチでございますでこれまた非常に人間の体にとって毒性が強いですので このマッチ校に入れられますと朝から晩までずっとマッチ作り続けて最後はマッチの王林の毒にやられて死んでしまうまあイギリス版女皇愛歌といったところでございますけどそんな死亡者が多発する職場にばかり送られていくこととなりましたそれも全ては貧困というのは悪平の象徴として見られていたからでございます 結果として脱走などで父として人の収容は進まず治安は相変わらずまた悪化の一途をたどることとなりますまたそんな中でスペインとの間に戦争が起こりますその結果ターデスへ緊迫していた財政はもっと悪化 その結果、最終的には国家が乗り出し、貧民救済活動を行わなければならないということになりました。そして、それまでの給品政策を取りまとめ、1601年、エリザベス給品法が成立することになったのでございます。 このエリザベス給品法には、こうした給品のために、どこで使った税金を充てるといった、今でいうと基本的なことでありますけれども、そうしたことが盛り込まれたり、あるいは各地域に担当者を決め、その人がこの地域の貧困者の面倒を見る、今でいうところの民生委員に近い制度が敷かれたり、 あるいは地域ごとの面倒を見る、その費用を税金を充てたり、その支援のために公益団体を設立してもよいといった今現在につながる法律のいくつかが、ここで初めて生まれていくことになりました。余談ではありますが、この エリザベス給品法を成立させたエリザベス1世、この間亡くなったのはエリザベス2世でございますちなみに血のつながりはございません。このヘンリー8世の離婚した後結婚した奥さん、アン・ブーリンとの間に生まれた子供でございまして、その後何度も離婚を繰り返す中で閉じ込められたり、いろいろしたりして、 最終的にはヘンリー8世が気軽にやったことのつけを娘がその後始末をするという形で行われていたそれが国家における福祉の始まりまあ嫌な話でございますけれども親の面倒は子どもが見るというのは普通でございますけん。 こういう面倒の見方はできれば勘弁してほしいなと、きっとエリザベス女王も思っていたかと思います。<laughs> さて、こうして国が問題を多数抱えながらも、国が最後の保障をしてくれる、ここに初めて国家による社会保障という制度、社会福祉という概念が誕生したのでございます。それまで 福祉というのは、持てる者が行う救済。それまで持てる者というのは、ある個人であったり、あるいはある制度のもと、教えのもとに集まったグループであったり、そうしたものに依存した救済とは比べものにならない範囲まで手を伸ばすことができるように、 なったので思いますしかしながら今だ社会には「貧民は怠惰の象徴甘えである」という発想が根付いたままとなっており以後も繰り返し問題を起こすこととなっていきましたしかしシステマティックに処理されるようになった結果いつの時代も理念が見失って 何のためにこれをやっていたのかが分からなくなるというのはいつの時代もあることでございます。200年経ったイギリスでは同じようになんでこんな法案通してるの今国全体みんな貧乏なんだよ。貧困の人も増えてきたんだから貧民に税金使うのはおかしいじゃない。というようなことから1834年に 新給品法というのが成立しましまたその内容というのは、貧民はみんな収容所に入れて、収容所に入った貧民は、最も最下等の労働者として、人が嫌がる、厳しい、賃金も安い職業に就けようという、今で考えたら、そんな法律、よく通ったなと。 思うような内容の法案を通された結果、当時、世界でもとんでもないレベルのブラックな環境が誕生し、刑務所の方がましいや、収容所に入るくらいなら死んだ方がましだと、そうとまで言われる環境となってしまったり、それもすべては、 根底にあった貧困、福祉を甘えとみなした社会の理解より始まったものだったのでございます。福祉ということは、もともと善行から始まったものでございます。しかし、善行だけでは追いつかず、世界でもイギリスのやり方に倣い、 国が指導する形が主流となりましてその結果手段としての給品、福利、福祉の大事が叫ばれるようになりましたしかしその過程で善行、慈悲という心が消えていくことになり結果としてお荷物とみられる厄介なものとして扱われてしまったそんな歴史も先ほどの 中からには汲み取れるものでございますいつの時代も無理解なんでどうしてといったものは福祉の幅も狭めてまいりました福祉のもぞとなりますのはよく美しく生きることでございますそれは私たち人間にしか できない特権でございます。私たちは動物とは違う。食べ物を与えられて、それで良しとはいきません。いや、そもそも動物だって、それで満足はいたしません。私が。以前。福祉施設などで、編集をしたり、福祉の先生に言われたことを一つ。 覚えてございます福祉とは上から目線ではない。やってあげているというのは人を遠ざけ、福祉や弱者を切り捨てる社会を作ることになる。大学の先生が言っていた言葉ですが、人間としてこれは正しい、美しい、良い形だろうかといったことを 考えていくことが福祉の中で大事だとそう教えていただきましたまたあるうちの明神寺のお寺にいらっしゃいましたご信者さんと話したことの中でございます昔当時戦争終わって間もなくの頃この方 親が病気で倒れたために生活保護を受けざるを得ないといった環境に置かれたそうでございます。でかしいざ生活保護をもらうということになっても人間なかなか気をくれするものでございます。やはり頑張れるだけは頑張りたい人に助けてもらうのは最後の手段にしようと思うのは人間の思いの結果 だけれども、どうしようもなくなって、結果、その生活保護の申請をしたものの、その補助費をもらいに行くのに、期限を過ぎてしまったということがあったそうでございます。申し訳ない思いで、民生委員の方に会いに行ったところ、その方は、よく来たねと言って、当時、中学生だったそうでございますけど そのことを咎めることなく会いに行ったときに「ここまで来るのも大変だっただろう」と慰めながら真摯に対応をしてくれたそうでございますその結果その方自身も「福祉ってどういうものだろう?」「どういう心で行うものだろう?」と興味を持たれていったそうでございます 中国の古いことわざ、来季の中に出てくる話に、こんな話がございます。さらいの食という話でございます。春秋時代、さえの国に大きな飢饉があり、食料が欠乏して、多くの人が飢えのために痩せ衰えて生て 死を待つばかりとなったそのありさまを見たお金持ちが一つ良いことをしてやろうと思い自分の評判を高めようと道の傍らに食べ物を並べ通りがかりの植えた人たちに恵み始めたそうでございますそしてある時植えさらばえた一人の男がやってきて 破れた布で顔を覆い、擦り切れた草履を引きずり、杖にすがってよろよろと、今にも行き倒れてしまいそうな姿であって、富豪はそれを見て、左手に食べ物を、右手に飲み物を持ち、近づいてきて、男に対して横平な態度で、おいお前、さあ来てくれ。この「さ」という字は、「さ」という意味で。で さあ恋と言われて与えられた食事というのがこの「さらいの食」という言葉の意味でございます。富豪はこの男が泣いて喜ぶことであろうと思ってやったそうでございましたが男は喜ぶどころかこの言葉を聞いてちゃんと腰を伸ばして頭を上げて頭に当てていた袖を離し 毅然としたた態度ででに行ったそうでございます私はこのような無礼なさらいの職は受けようとしなかったがためにこんなに飢えてしまったのだ。偽の陣者ぶるのはやめるがいい。そう言って立ち去っていき、富豪はそれを聞いて慌てて男を追いかけ、無礼を深く浴びて、どうかこの職を受けてくれと 頼んだそうでございますしかしその男はどうしても一度言った以上食べ物に手を出そうとはし立ち去りしばらく行ったところで倒れてしまった。さらいの職を拒否したがためについに餓死をしてしまったという話でございます。人間の生きていく中で。 ただ食べ物をあればいいというだけでなく人として生きている以上どうしても尊厳というものがございますこの尊厳はさっきのように守るためにそのために死んでいく人もいればこの尊厳のために人を助けて生かす人もいます尊厳とは人だからこそお互いを思いやれる 気持ちの中にあるだからこそ考えてみた時助けてもらう側も相手に対して思いやるからこそ助けてという側だって心苦しきもあるものでございますだからこそお互いがお互い喜び選んで行く道を 選んででいいいくしかないのでございます仏教においては随喜という教えがございます。これはその仏様の教えに従って喜びまたその教えを伝えられた人が救われた その姿を見て、その喜びに従って自分も喜ぶ、従うことに喜び、喜びに従っても喜ぶ、そうした二つの意味を兼ね備えた言葉でございます。今回の展示会では、当衆が実際にさせていただいた運動、石桂園や物流、愛生園の物流行動、また、 あるいはゆりかご園箱根療養所また今も続いている SDGs の行いなど紹介させていただきましたそうした活動の一番初めにあったこと元は自分もこの教えのおかげで助かっただからこそこの教えで人にも救われてほしいそしてその姿を 喜んで勤められていたからこそ結果として小さいながらもしっかりと心が伝わるものになったとそれぞれ始められた方は語っておられます福祉を学んでいられる方々にこうしたことはある意味あ当たり前のようになっている部分でありますけれどもこの私たちのさせていただいた中で 特に見本とさせていただきます随紀の心仏教において人の喜びを我がことのように喜ぶこのお心を伝えていただきどこか耳の片隅に残っていただければなと思いまして第1回の寺子屋スコラこの締めとさせていただきたいと思います。 本日はご成長いただきまして誠にありがとうございます。